足利の武士で都より折しの物語今ここに蘇る。しかし幸せな時は長く続かず、折しは都へ帰ることに、娘は悲しみのあまり折ることをやめ、来る日も来る日も思い人に会えるように祈っていました。ありがとうございました。